そいつは楽しみだな。ねえ、アプリコット。あら、姫って呼ぶのやめちゃったの？ああ、だってアプリコットは立派なボスコ号の乗組員だって分かったからさ。ありがとう、フローク。これからはアプリって呼んでね。もうすぐだぞ、翔太、しっかりしろよ。そうよ、男のくせにだらしないわよ。男でもなんでもダメなもんはダメなんだよ。しょうがないな。そう。はい。二人ともよく似合うわよ。お姉ちゃん、ありがとう。ほんと、あ、近頃妙に塩らしくなったと思ったら男を知ったからなのね。そういえば私、ヒカルが朝早く春日くん家のマンションの方から帰ってくるの見た。うそ。リン、お姉ちゃん、この新聞を見て。あなたが町でアンドリュースを沈めた記事よ。本当、こんなに大きく。バーグ、くたくた、もう食べられません。サイバさん、あ、大丈夫ですか？そんなに無理して食べていただかなくても。何をおっしゃる、ウサギさん、ミカちゃんの作るそばはもう最高。そうよ、みんなあの松田とかいう新聞記者がいけないんだから。あいつが現れてからろくなことないもん。こら、授業中に何ぼーっとしとる。おー、ありゃユキだ。よし、電撃スカートめくり。あー、やった、イチゴ。ケン、もうケンのスケベ、めくるんなら私とめくんなさいよ。俺はな、ユキみたいなブスは大嫌いなんだよ。私だって嫌いよ。あ、行こう。あなたも度胸のある方ね、この私を脅かそうなんて。白雪女学院の裏番、カミソリお礼を舐めるんじゃないよ。裏番だと。ねえねえ、お茶ぐらいいいでしょ、彼女。ねえもう、しつこいんだから。どうも。一口食べ終わって口の中の苦味が失せると、すぐ次が食べたくなりますね。うん、まったくだ。お待ちどうさま。綺麗な色。これがゴーヤジュース。ゴーヤをミキサーにかけたんだ。胃を丈夫にすることこの上なし。いかにも胃に良さそうだわ。いろいろ野菜ジュースも飲んだけど、とどめを刺された感じ。二日酔いの時にはいいだろうね。二日酔いになるほど飲まなければいいんですよ。ん、白イカの炭汁です。キラはドーナツ食べないの？お塩。ええ、こんなもの食べたくありませんわ。え、じゃあママドーナツだよ。じゃあママドーナツってすごいんだよ。いい、あー、おいしい。あなた様って本当に子供ですのね。こんなもので喜んで。え、おじいちゃん。どうも。そんなバカな、あんたずっと前に死んだはず。うわー、まさかあたいを迎えに。バカな、わしはな、説教しようと思ってお前の魂を抜いたんじゃ。説教だって？冗談じゃねえ。親や先行だけども、いい加減うんざりしてんだ。そんなことなら帰ってくれ。帰れよ。昨日はありがとう。いえ、ピーデルさんも無事でよかった。あ、もう隠せないわよ、グレートサイヤマンの正体は孫悟飯君、あんただったのね。ごめんなさい。ようこそいらっしゃいました、トモエホタルです。いや、あ、いや、どうも、お邪魔してます。待たせてしまってごめんなさい。私の部屋へどうぞ。それではお部屋に運びましょうね、コーヒー。結構よ、家の中のことまで口を出さないで、香織さん。私がケンちゃんの名前を？お母さんも夢うつつではっきりとは言えないんだけど、確かケンって。うっそ。
あずさはケンちゃんが好きなんじゃないのか。変なこと言わないで。もうトランクスもおじいちゃんも甘すぎるわ。だからギルがつけ上がるのよ。この間だって買っておいた予備の部品みんな食べちゃったんだから。ん、うん、金田一くん、あの、なーに、たまたまああなっただけだよ。そうじゃないの、話したいことがあって。私今日で転校するの。あの、だから金田一くんに、私それじゃ行ってきます。今回はちょっとだけ心配だから来たの。でももう大丈夫ね。ええ、あなたが守ってくれたおかげですわ。主人のためにも私はここを守らなければ。あ、つまみ食いはダメだっていつも言ってるでしょ。もう頭きた。待て、また始まったよ。昔からなんだよな、あの二人。なゆき、ん、こんな時間だけど今から間に合うの？100メートルを7秒で走れば間に合うよ。それは世界新だ。頑張ってね。アキコさん、その鍋は？これ。悪いな。いいよ、それくらい。行ってきます。車に気をつけてね。